皆さんこんにちは、中西ユリです。今回も偉人敗北からの教訓の収録の後に放送の中ではご紹介できなかったこぼれ話をご紹介していきます。引き続き歴史作家の伊藤淳先生とお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のテーマはこの人物でした。西郷高盛ですね。 まあ最後高森というとまあ本当に当時からも人気があったまあカリスマ性のある人物だったと思うんですけれども、うんはい、こう犬をね連れている姿がね印象的ですけれども犬が好きだったんですよね最後さんそうですね,ですねまああの犬はツンという名前の猟犬なんですねあツンって言うんですかですね、えー、どんな意味なんでしょうね<で>ツンってよくわかんないですけどもツンとしてたんですかね <laughs> 何ですかねでも最後っていうのはあの とにかくウサギ量とか鳥とか、うん、その量が大好きで、<ー>えー、でそれで犬がね猟犬必要ですよねやっぱり、はい、あの獲物を取ってくるのにねそれで、えー、非常に犬も愛したというそういう人物なんですね。そうだったね。うん、動物好きだったんですかね。ねなるほど。あとあの私たちが知っているあの西郷隆盛の、うん、まあ人物、はい、あの写真ですかね、はい、あると思うんですけどもあれって。 あれあの西郷さんが本当の西郷さんなんです写真じゃなくて今残っているの肖像画なんですねしかもか後世に描かれた肖像画<ー>清曽根という人の描いたものが有名ですけどね有名な西郷高森像っていうのはあれば写真ではない絵なそうですね そ,まあそれが要するにあの伊藤さんがねうちの旦那じゃないというふうにえ言ったもんに近いんじゃないかなというふうに言われてますけどまああのこの写真を西郷が嫌ったっていう説はいろんな説がありましてねえ以前はその暗殺されるのを恐れて写真撮らせなかったんじゃないかっていうのは定説だったんですけどまあ,あれだけ強たな上にねもう彼の死生観からしたら死なんて言え全然もう何でもないことなんですよ。 そこで自分の命が絶たれたんなら仕方ないって人ですからですから写真撮らせなかったのをあのそういった死を恐れて暗殺を恐れてってことはないと思いますし。 ましてや、ね、当時の迷信写真を撮らせたら魂を抜かれるとかいうねそういったものを信じるわけないですね。<laughs> えー、そんんなこと言われてたんですすそういういことを昔言われてたんです最近の説としてはあのその西郷が亡くなった後に息子がね菊次郎っていう息子がね事実はこうだったんじゃないかっていうのを言い残してるんですけどそれは「謙尊説」というのがありましたね「うちの親父は自分なんて大したもんじゃない」と「写真など残そうで偉なくないよ」と。 いう意味から写真撮らせなかったんじゃないかと<ー>で同じように肖像画もいいよ俺はそんな大したもんじゃないからという、えー、そういうまあいかにも西郷らしい説でまたですね、えー、大久保としみの様相の写真をですね非常にまあけなしている所状があるんですねみっともないっていうね <laughs> でそういう意味で言うと様相をして写真撮られることだけではなくて <laughs>、えー、写真そのものを否定してたんじゃないかと ああいうみっともない連中になりたくないと、俺は。<laughs> なぜみっともないと思ったんでしょうね。それわかんないですね。やっぱりそこが最後の複雑なとこなんですけど。<laughs> うん、それで軍服とか平気でね、あの。向こうのやつと同じような感じ来てますからね。ああ、確かに。うん、まあ。 そういうものにこうかれていく感じがちょっと違うなっていう、なんかそういうところがあったのかも。しれないですよね。えー、もで,ねでも肖像画も欠かせなかったということは、うん、今私たちが見ているあの西郷隆盛の絵は。なくなってから描かれたものと。そうですね。あ、そうです。どうやって描いたんですかね。うん、ええー、弟の継ぐ道かですね。ええー、まあ、そう、そういった、ええー、最後似てるっていう人の、えも、ー、とにですね。 人の顔を元に描いて<ー>なおかつその嗣道とかにこれでいいっていうあれをもらったっていうんでだ清尊の名はかなりそういった意味で言うとあとはそうですね最後、うん、高森といえばやっぱりあの盟友の大久保利通、はいうん、との関係性も気になるなとは思うんですけど。はい 大久保と,と西郷高森って幼馴染みなんですすよねね、はい、そうです、ねうん、でもあの大久保の方はですねあのおゆら騒動というそういうお家騒動に父親が巻き込まれて捕まってしまったんであの収入の道が断たれてしまって飯を食うのも事欠いたという<ー>ですからあの最後の家に来て飯を食ったりとかそのくらい非常に親密な関係だったんですね。 そうだったんですよ、ねうん、結構苦労してたんですね奥本清水奥本も本当若い時そういった意味で苦労してたんですねああそうですか、まあ、そういうちょっと大変だった時代も共に過ごしていたということですから、うん、すごくこう,う、ね、なんて言うんでしょう絆みたいなものもあったんですかね強い絆はあったと思いますけど、うん、ただ誤解していけないのは、えー、薩摩はですね五重教育というですねあの教育制度その上下関係が非常に厳しくてですね、はい、五重いわゆる村の中で お互いその兄貴分が弟をえ教育していくっていうような習慣があったんですねで3歳違いというのはやっぱり薩摩のえ当時の感覚から言うともう兄弟なんですね。ですから親友というよりも兄弟というところがキーになってくるんですつまりどういうことかっていうと最後結局2人は決裂しますけどそこにはですね最後のですね弟のくせに生意気なっていうようなところがあったんじゃないかと。親友だったら そこまでいかなかったと思いますね。なるほどそれで生意気なこのやろうと思って下押したと。なるほど。うん、大久保側からしてももしかしたらその三つ上のね、うん、兄貴分にあたる西郷に対してどこまで突っ込んで言っていいのかみたいななんかそういう気持ちもあったのかもしれないですよね。そうですね。なるほど。友達というには少し年が離れている三つ上はもうちょっと微妙な、えー。 なるほど、そうか、それでちょっと最後は決裂してしまったっていうところが。が意外にそういったところから決裂の原因っていうのはあったんじゃないかなって僕は思ってるんですね。そうですね。うん、そうかもしれないですよね。うん、で、その。まあ、二人が過ごしていた薩摩での、はいうん、まあ、青年期の最後、高森ですけれども。どんなことを、どんなふうにして、こう学んでいったのかなっていうのもちょっと気になります。まあ、あの死と仰ぐのはですね、やはり島津成斉だ えー、ですよねですから島津斉明はあの本当にですね修正官事業といった近代化の復、えー、告強兵策につながるですね、えー、そういったことを非常に力を入れてやってきたということで必ずしも最後はそういったものを嫌ってるっていうイメージがあるんですけどそんななことないですよね、えー、やはり首と仰いだそういった藩主の島津斉明の影響が非常に大きくて、まあ、彼のようになりたいと思って、えー、ずっとあのやはり研鑽してきたというふうに思いますよね。なるほど うん、成昭は西郷のどんなところをこう見いだしたというか認めてたんでしょうね。それがなかなか分かりにくいんですけどね <laughs> やっぱり優秀な人材って周りにたくさんいたと思いますけど、えー、多分僕の推測ですけどおおももねねららなないいい態態度度だと思います当時ですねやはり大名の藩主って言ったら絶対的な存在なんですよ。うん、神のような存在です特に薩摩はもう藩主っていうのはもう神以上の存在ですよね。うん ところがおそらくなんですけど最後は全くそんなビビらずに<ー>もうどんどん直言してやったと思うんですねこうした方がいいした方がいい各国の様子はこうですですからこうすべきですそれがやはり成昭は気に入った理由なんじゃないかなと思います。そうかもしれないですね、うん、きっかけもだって成昭にこう反省への意見書を提出したということなんですもんね。 なかなか、ちょっと他とは違うぞっていうところをそういうところから感じ取っていたのかもしれないですよね。うんねうん、本編では西郷隆盛の最後の戦い、うんはい、西南戦争を詳しく扱っていきますけれどもどこに一番注目したらいいでしょうかまあ西郷という人間ですよね。 もう非常にこの西南戦争という戦いにおいてです、ね、分かりにくくしているのはです、ねそのえーまあ、称賛であるとか開、ね、戦のきっかけとかです、ね、こ西郷は何をしたかったのかと何のために共兵したのかしかもどういう戦いをしたのか、まあ、戦い自体したくなかったのかねそれ自体が非常に分かりにくくさせているのは西郷という存在。 そしてそれをですねやはりあの最後さんはこんなう,うに考えているんだということを、えー、まあある意味巫女のようにみんなに通達して従わせた桐野俊明というナンバーツーの存在があるわけですよね、うんうん、不思議な戦争ですよねそうですね <laughs> 本人が指揮を取っていたわけじゃないわけじゃないっていうところが、えー、それがなぜなのかなぜなのかどんな思いがあったのか、えー、ぜひ本編で注目して見ていただければと思います、えーえー、はい またあの西郷隆盛と西南戦争にどんな印象をお持ちなのかというのもぜひコメントをお寄せいただければと思います、はい、さあここで予告 VTR をご覧ください約束として散った維新の英傑西郷隆盛彼はなぜ西南戦争のきっかけとなる種族の暴発を防げなかったのか功績がありすぎですね近代化にとって意外にですね感情の起伏が激しくて 歴史的失敗に学ぶ偉人敗北からの教訓西郷隆盛は8月19日土曜日夜8時放送ですお楽しみにさあ土曜夜8時放送ですぜひご覧ください さてここからは偉人敗北からの教訓こぼれ話のコーナー企画偉人勝利からの教訓です、うん、このコーナーでは偉人の敗北ではなくて勝利や成功の部分にハイライトを当てて、はい、そこからどんなことを学べるのか先生と一緒に考えていきたいと思います西郷隆盛最大の敗北は西南戦争だと思うんですけれども、うん、最大の勝利は何だったと思われますか、はい、やはり鳥羽伏見の戦いでしょうね、ええ この戦いはです、ね、非常に不利な体制でありながら、えー、西郷と大久保が知恵を働かせてです、ね、幕府軍を、えー、破ったというです、ねえー、そういう戦いなんですね。ただそこにも勝因、ね、というのがありましてまずですね、えー、倒幕ということで腹を決めてたしかも根、えー、回しもしてたんで、えー、薩摩と長州を支持する藩というのが結構多かったんですね。えー、もちろん戦ですかかからら、あのー、どう転ぶか分からない しかしやはり倒幕ということをしない限り外圧にはこれから耐えられないということをはっきりしてましたからそれを明確に早くから打ち出してたというのが1つの商品そしてもう1つはですね、まあ、英国との関係ですね撮影戦争でお互い打ち合いした後にですね、はいろいろ交渉していく過程で実は薩摩と英国って仲良くなってたんですよね。 いやこれすごいことですよね、ええ、すごいことですねちょっとにわかに考えられないかもしれませんけどん、ね、だって戦争してたのに、ええ、最終的には良好な環境を築けたそうなんですこれなぜそれができたんでしょうかいい質問ですねよくねまあスポーツマンシップみたいに思うかもしれませんけどとんでもないそんなことではなくてですね実はですね英国もビジネスライクなんですよ薩摩ってお金持ってるなと思ったんですね<ー>で、これ売りつけんのいいじゃんとこいつらに <laughs> 武器をですねああ<ー>、ええ、なるほどそれでまあ ニコニコしながらですね、腹の中どう思ってたかわからないですけど、もうお互いのなんていうんですかね、ベクトルが一致したというか利害が一致したわけで、<ー>えそれで仲良くなれたわけですね。なるほど。だから薩摩はイギリスから新しい武器を輸入できるようになったということ、ねえー。なったということですね。確かに。ただ本当に怪我の光明とか雨降って地じ固まるとかね、うそういう雰囲気ありますよね。なるほど。そして第三の勝因、はい、これが光明天皇の死なんです。 これも暗殺説もありますけど、はい、まあ今の定説は、えー、自然死死ととというというう病ことになってますねでなぜ孝明天皇の死がそれだけ、えー、薩摩にとって有利になったかというとです、ね、実は孝明天皇というのはですね慶喜のこと将軍慶喜、ね、のことを非常に頼りにしてたでまたです、ね、会津藩の松平片森のことも大変気に入ってたということで、うんえー、この2人のことをですね孝明天皇は本当に信頼してたんです。 つまり孔明天皇の考えていたものっていうのは上位は上位でも公部合体つまり幕府と歩調を合わせる形で上位を行おうというこの考えが孔明天皇だったんですね。ところが孔明天皇がお亡くなりになってしまった崩御してしまったということで、えー、まあ そういったことがなくなってしまったんで自由に薩、えー、長はですね倒幕という方向に進めたんですね。あなるほど。うん、じゃあ義信からしたら光明天皇がなくなってしまったことっていうのはかなり、うん、もう痛恨自害の何者でもないですよね。そうですよね。うん、なるほど。この勝利から浮かんでくる現代に生かせる教訓はいうん、どんな点が考えられますか。まあ西郷という男はですねこういう言葉を残してるんですね。命もいらぬ名もいらず。 ももも金もいらぬ人は始末に困るものないこれ非常にですねここのの自自身が自分のことを言ってるわけですよね、まあ、全くですねこの言葉というのはですね、えー、まあ後世に作られたものでもなく西郷がしっかり言った言葉だということになってるんですけどどういう意味かということですねいも命もいらないし名前もいらないと懐もいらなければ金もいらないとこういう人は非常に困るなとまさに自分自身のことを言ってる。つまり 捨て身でいたわけですよねもう死んだって構わないともうこの国のために絶対正しい方向にこの国を導くためには討伐しかないということで彼はですねあの討伐に邁進するわけですねそういう覚悟を決めるこれがまずすごく大事ですよね2つ目はですねやはり薩摩藩の情報収集力と秘密工作力これは強力だったんですね,ですねこれがやはり討伐、えー、ができた理由 えーまあ、あの情報収集役としては、えー、桐野俊明とか池,池上史郎別府新助といったものがですね行ってですねもう本当に敵の中に入り込んで情報収集してくる、えー、さらにですね、えー、秘密工作力まあいろいろかく作戦をと、えー、る人材として、えー、増光久之助とかですね井村翔平 また、えー、戸様というか他の藩のものなんですけど、えー、相良創造といったですね、えー、人間がいましてですね、えー、この辺りが薩摩藩のバックボーンというか背骨を支えてたわけですねそういったことがあって、うん、この戸場伏見での戦いの勝利につながった、うんはい、ということですね伊藤先生ありがとうございましたありがとうございました 偉人敗北からの教訓こぼれ話では視聴者の皆様から伊藤先生への質問や番組へのメッセージも受け付けていますどんなことでも大丈夫ですご覧の動画のコメント欄または BS11 番組ホームページに投稿してください皆様からのご意見お待ちしていますそして偉人敗北からの教訓は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送となりますぜひチェックしてください そして YouTube でお楽しみいただける偉人敗北からの教訓こぼれ話も合わせてご覧ください。毎週火曜日配信です。ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では伊藤先生また次回お会いしましょう。はい